摩訶不思議だけども、はいはい、本質を支えている力、うん、でそれをハリー・ポッターなんかは魔法の力として映画の中で表しているわけ。お視聴者さんから、はいはい、ぜひ取り上げていただきたいということでですね、はい、ハリーポッターについてお話聞きたいというふうにコメントが来ておりまして、あれは俺の好きな映画でね、はい、推奨映画に入ってるよね、うん、そうですね、その推奨映画の総集試験の中で、うん、社長はあの魔法の世界、うん、摩訶不思議なあの世界っていうのは人間の本質っていうふうにおっしゃってますよね。そうだね、うん、魔法っていう考え方そのものが、はい、人間を支えている本質は何かっていうことを古代人が問うてるわけだよ、うん、やっぱり人間って生きてる限り、うん、我々の本質ってのは何だろうかっていうのを考えてるわけ、はいはい、それが魔法という形で出てくるわけだよ。要は我々の命とか、はい、物質世界とか、はいはい、こういう生命とか人生っていうのはまあもちろん分かるんだけど、うん、それをもっと支えてる力が宇宙にはあるってことはみんな感じてるんだよ、はいはいはい、その感じているものを魔法という言葉で、うん、その日本語もそうだけども、はい、英語のマジックも全部表してる、はい、なんか不思議だけども、はいはい、本質を支えてる力、うん、でそれをハリーポッターなんかは魔法の力として映画の中で表してるわけ。だから非常に映画というのはあれは、娯楽映画になっているけれども、ね、非常にあの人間の生命を支えているものが現れてて、うん、深い映画なんだよ。なるほど。だから文明社会とは何かとか、うん、人間の生命とは何か、はい、すごくその神秘的で崇高なこう、はい、テーマというかそういうのがあるんですね。そうだよ。ああ、そうなんですね。そういうのを表してる、はい、じゃあ実際にあるっていうことなんですかね。ああいう世界、あ、もちろん世界というか、そうだよ、はい、だからこれはもう俺の一つのテーマでもあるけど、うん、未来は、うん、量子コンピューターがすごい性能までいけば、はい、細かいものを再現できるところまでどんどん発展すれば、まあ、数十年だろうと思うけど、うん、そうするとその死んだ人も再現できるし、はいはい、歴史上の過去の本当に過去にいた人全部再現できる、はい、会いたい人にも会える、はい、例えばもう地球上で死んでった人、うん、人いるじゃない、うん、その人たちがチャンネルさえ合わせれば、例えば5000年前に誰かがナイル川のほとりで、まあ、恋人が語り合い、はい、で歌を歌ってたとして、はい、その歌を再現できる、はい、宇宙というのは、はい、一旦起こったことは全部消滅しないんで、うん、ただ我々には感知できないものになってる、はい、まあ、電子レベルで言えばものすごくちっちゃな電子にも分解しちゃってるわけ、うん、だからそれを量子コンピューターってまた再現できる、そういうものに対する憧れが魔法なんだよ、うん、だから魔法っていうのはみんなどこの国の魔法も、はい、魔法という考え方そのものがそれだということ、だからマリーポッターも人気があるけども、はい、永遠の人気があるわけだよ。だから古いものではアラビアンナイト、アラビアンナイトっていうのは、はい、魔法でそういう生命とか恋愛とか、はい、そういうものに含まれる最も深い、じゃあなんで男女っていうのは愛し合うんだろうとか、そういうもの愛し合うもっと前提にある愛の根源だよ、はい、愛の根源を表そうとしているのがアラビアンナイトであり、あのハリーポッターなんだ。アラビアンナイトも同じだよ。だからアラビアンナイトも今でもみんなその読めばね、俺も子供の頃読んだけど、はい、みんな惹かれるのは、あの世界の不可思議、はい、不可思議の中に突入していこうという人類の夢なんだよ。それがハリーポッターも出てるってことだよ、うん、もう世代を超えた人気ですもんね。まあもちろんそうだよ、もう本当に世界中で訳されて、だからアラビアンナイトでしょ。同じですね。同じだよ。パウロ・コエーリョ の、はい、あのアルケミストと、はいはい、同じですか。あれも近いけども、はい、あれはね、はい、アルケミストの場合は、はい、うん、個人にこう限定しちゃってるんで、はい、個人の心の中みたいな、アルケミストはそうなんだよ、はいはいはい、だから、まあ、もちろん魔法の一部なんだけども、非常に内容的には個人に限定してると思う、うんうん、そうじゃなくて、はい、魔法の思想っていうのはもっと地球全体、はいはい、宇宙全体、うん、人間存在、そういうものを扱ってると魔法になる。以前松本零士さんのことを取り上げさせてもらったんですけど、うん、その松本零士さんの表す世界と通じてるってことなんですかね。もちろんそうだな。うん、松本零士さん の、はい、あの映画も、あれは魔法だよね。魔法の世界をじゃあどういう角度から表したかっていうことだよね。はい、ではそうか、そうだよ。だから、はい、よく量子力学なんて今もう問題にしてる人多いけども、はいはい、量子力学なんていう学問は、はい、その魔法の世界を、うん、
今科学的という言葉でどういうふうに科学的に喋るか、どういうふうに表すかということを研究しているのが量子力学なんだよ。だから量子力学の今の研究の最先端というのは、まあ、俺の感性だと科学が生まれた時と一緒だよ。ガリレオ・ガリレイとかコペルニクスとかニュートン、ああいう人々が出て、あの時何だったか覚えてない、錬金術、魔法と言われてた錬金術からどうやって科学っていうのが独立するかがガリレオでありコペルニクスでありニュートンだから、では同じことを今やってるんだよ。また最初は錬金術からですもんね。そうそう、でまたその科学が一つの区切りが終わって、はい、次は今度は本当に科学の中の一つの分野であった力学、量子力学が、はい、今これから全物理学を覆おうとしてる、はい、でこれが覆うと何ができるかというと、はい、俺が毎回同じ話してるけども、はい、霊性文明と、人間の愛とか心とか、はい、そういうものが、いや本当に生命で一番大切だったんだ、はい、あの文明の中で一番大切だったのは、はい、愛なんだ、忠義なんだ、真偽なんだ、はい、友情なんだと、はい、これが誰にでも分かる形に量子コンピューターが発達して性能がうんと上がるとなるってことなんだよ。だからニュートン力学を信じた近代人だよな、近代人がもう一回生まれ直すってことだよ。すごいですね。すごいことなんだよ。だからそういう文明の転換期に我々は今生きてるんだよ。すごいですね。でそれを俺が冷静文明と言ってんだ。だから冷静文明に今向かって、冷静文明の原動力は量子論、量子力学も一個、でも量子論っていうのはいろんなのがあって、はい、力学だけじゃないんだ、まあ、量子力学が一番今は発展してるじゃない、はいはい、だから俺もその用語は使っちゃうけども、同じニュートン力学の、だから15世紀16世紀の人がガリレオとかニュートンの力学の言葉を使って、はい、中世のだよな、いろんな摩訶不思議だったことを、はい、そのガリレオも全部その言葉で言い換えて近代が生まれたわけだ。で今はポスト近代じゃねえけど、冷静文明に向かった。で冷静文明の言葉は量子論が司る言葉になる。ちょうどその過渡期に我々が生きてるってことですね。そういうことだよ。だからもう各自そういう運勢と運命を持って生まれてきてるっていうことですよね。そういうことだよ。これを見届ける、みんな今生まれてる人は、はい、そういう巨大な文明の転換期にみんな生まれてるってことだよ。あ、自覚しないといけませんね。そうだよ。だから変な人類のよく破滅論というけど、はい、まあ、破滅論というと言葉は悪いけども、はい、もうそのくらい文明が大きく転換するってことだよ。要はで答えとして言っておくのは、はい、次に生まれる文明は冷静文明だと、はい、要はそのハリーポッターなんかはその冷静文明をすごくよく表している作品と言えますね。の先取りをしているそうです。先取りですね。先取りという。そうですか。松本さんの映画もそう、うん、だから霊能者なんだよ。ハリーポッターなんかもまあ俺も好きで全部見てるけども、はい、起こってる事柄が、はい、いい加減なことから出てなくて、そういう人間が非常にその不可思議に思った生命の神秘とか、はい、物質社会、文明社会の矛盾とか、うんうん、はい、そういうものを本当に考え抜いた人たちが作ってるってことで、だから新しいニュートン力学がハリーポッターなんです。冷静文明に行くニュートン力学ということなんですね、うん、出てくる白い袋、はいはい、ヘドウィッグ、はい、袋はもう必ず文明の転換期には、はい、必ずフクロウが象徴として出るっていうのはもともと神話でも決まってることなんで、あ、文明の転換期に出るんですか。そういうことだよ。フクロウっていうのは文明の転換を告げる鳥なんだよ。だから中世から近代になる時もフクロウのことはあるし、はい、ローマ帝国が滅びる頃もみんなミネルヴァのフクロウなんて有名な言葉あるよ。フクロウっていうのはそういう預言者なんだよ。くる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 首がくるくるくる、かわいいですよね。かわいいよね。ねっとか言いながら前出たりとかですね。あれは機械文明の時代だからあれになってる、はいはい、要は今我々が生きてる時代は機械文明の時代、うん、なんかまた見たくなってきましたね、ハリーポッター。それはやっぱり定期的にね見たい、見たいね、松本さんのねアニメーションの映画と一緒だよ、はいはい、で我々の心の中にあるいろんな深い憧れだよ、うん、我々の機械文明、物質文明を支えてるのは何だろうっていうと、はい、それを考える取っかかりになるのがああいうものなんだよ、はい、で次の文明を引き出していくもんっていう、そういう意味では俺も好きだよね。そうですか。ハリーポッターに似てる人物っていますか。例えば、うん、文学作品でこの子に似てるとか。俺なんかの感性で言うと、
ファウストだろうね。あ、ファウスト、ゲーテのファウストでね、ゲーテが描いたファウスト博士だね。あの近代文明、理性をのために学問を一生懸命して悩み抜いて、で神に召されていくんだけども、ファウストという文学は俺はだいぶ若い頃から読んで、あのファウストの王能というか、はい、あれが現代に行くとハリーポッターなんだ。だから新しいファウストだとも言える。そういう観点でもう一回見てみたいですね。そう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 、ファウストか、まあ、苦しみ抜いてますもんね。そうだよ。なんで俺が分かるかっていうと、やっぱり俺も割とそれ似てる人生自分が送ってるんで、はい、だから冷静文明になるっていうけど、冷静文明っていうのを提唱してる方はもともとは今もう90になられるけど、竹本忠夫先生と、はい、あとアンドレ・マルローっていう文学者みたいな、はい、みんな21世紀からは冷静文明にならなければ人類は生き残れないっていうことを予言してるけど、はい、で今年出るんだと思うけど、竹本忠夫さんがあの俺の本を書いてくれたんだ。俺が主人公の本だよ、はい。でなんで書いてくれたかっていうと、俺は武士道で生きてきたんだけど、うん、その武士道とか騎士道が一番に人類の歴史の中では冷静文明に近いんだよ、はい、だから自動的に冷静文明を生きる苦しみを俺自身が人生で体験した、はい、その苦しみがなんか竹本さんが感応してくれて、うん、俺の本を今書いてもうできてるけど、だから本当にその社長の中心思想にある葉隠れ、だから葉隠れが冷静なんだよ、うん、だからヨーロッパでも騎士道っていうのが冷静文明に一番近いんだよ。要は冷静文明って、じゃあ簡単に言うと何かというと、はい、忠義のために死ぬ、はい、愛のために死ぬ、はい、友情のために死ぬ、それが本当にできる文明が冷静文明だから、それが一番大切なものだっていうことが分かるってことだよ、まあ、要は、うん、そうですね、で人間はそれになりそうになったけど、はい、それよりも物質の方を選んだわけだ、はいでもまた冷静に戻るっていうんじゃないか、もっと優れた冷静文明になるのが今その帯同が来てるってことだ、来てるっていうことですね。で例えばキリストとか釈迦みたいな説教はみんな聞かなかったわけだよ。でも今度は量子コンピューターじゃないけど機械文明によって、その愛とかと真理が最も大切なもので、死者は生きているとか、そういうことが我々が言う言葉で言う科学的に証明される時代が来ると。だからみんなが信じるわけ。だから本当の冷静が訪れていると。だから武士道とか騎士道の時代は修行とかこう、なんだろう、戦った人しか得得できなかった。俺なんかだからそれで苦しみ抜いてきたんで、割とはそういうの全部わかるわけ。でも今度は全員がわかる時代が来るってことで、科学的に証明されるわけ。で死んだ人の本当の姿、あのバーチャルを通じてだけども、本当の姿が再現されてくるわけだから、生きてるんだってことは実感できると思う。見えなくなっただけなんだ、はい、本当は共存してるんですよね。いるんだよ、いるけど、ね、今の機械が、はい、この今のね、こういうカメラも、はい、みんな今の機械がその粒子を捉えられないんだ、はい、でも捉えられる機械がこれからできるって、はい、だって捉えられたら、うん、その電子の細かい電子まで、はい、捉えられるカメラができたら、はい、あんたの隣にお化けがいるの分かるんだからよ、はい、もうこれ全部これいるんですよ映れば分かるよ、はい、今の機械では映らないんだよ、はい、やっぱり感じる人いるじゃない、はい、そうですね、あれがだから今は感性が良くないと感じられないけど、誰でも見れる形になるってことですね。よく分かりました。そう、はい、じゃあ来たら冷静に向けて、お、はい、しっかりやりたいと思います。およ、ありがとうございます。お